え、こんばんは。こんばんは、珍しいですよね、僕には。今日はですね、わけあってこの快活クラブに泊まります。50のおっさんにして、僕ネットカフェ初めて利用するんですけど、しかも泊まるというですね、ちょっと大冒険をしてみたいと思います。まあ、まずは受付行ってみて、すべてちょっとやってみたいと思います。では、ご覧ください。いいですかね。あ、着いた。なんか受付で右往左往してたらですね、係の人がここまで連れてきてくれました。こんな感じですね。もうなんか YouTube で事前に見てたので、足入れられるのかと思ったら、それって高いんですよ。結構高さがあるんですね。でもって寝転ぶと、あ、まっすぐ寝ても全然大丈夫なんだ。これでつま先、落ちてないかもしれないですけど、つま先これ全然当たってないので、頭がまだ10センチぐらい余裕あるので、あ、広いんですね。横幅どれくらいあるんだろう、ちょっと測ってみましょうか。実は持ってきてるんですよ、メジャーを。コデックス横幅は1m17cm ぐらい。ここは2m あるんだ。あ、下手なキャンピングカーだと、これ、これですね、大人2名分の就寝スペースですね。なるほど。でもこれだったら、ここにこう輪行状態の自転車を置いて、こっちで余裕で寝れますね。はあ、なるほど。で、これがパソコンみたいですね。どうやって使うんだ。電源を入れるのかな。あ、普通のテレビなんだこれは。おえ、どういうこと。なんかよくわかんないですけど、あ、でもってこれがコンセントですね。で、シャワーとかランドリーとかあると。ここでエアコン吹き出しこうオープンになってますけど、あんまり部屋は高くないですね。実はこれ持ってきたんですよ。これモンベルのシームレスダウンハーガー買ったやつ。まだキャンプにも行ってないんですけど、まさかネットカフェで一番最初使うことになると。あ、僕寒がりなんで、多分これで敷いて寝てもいい感じですね。マットがね、そうそう、さっきから気になってたんで、マットが割と硬いんですよ。
安物のキャンピングカーのマットより全然こっちの方がしっかりしてますね。はい、では今8時なんですけど、明日、朝、そう今日なんでここに泊まってるかというとですね、明日娘の試合がこの近くであるんですよ。あ、ここ滋賀県の琵琶湖の近くなんですけど、旅行支援のせいかなんか知らないんですけど、とにかくホテルが取れなかったんですね。で、妻と娘の分だけはツインでやっと取れたんですけど、シングルがアホみたいに高くてもう取る気になれなくて、そしたらふとそういえば快活クラブ泊まってみたいかったんだというのを思い出して、僕だけここに泊まることになりました。で、明日は試合なんですけど、明後日は、この滋賀県で、うちの娘練習するので、1日練習するので、僕はまた自転車に乗るつもりです。ということで、自転車の全泊になるんですけど、それに快活クラブを使ってみたというどうでもいいようなレポートです。はい、これで明日の朝まで寝てみてどんな感じだったかをまたお話ししたいと思います。ではちょっと一晩楽しんでみたいと思います。ワクワク。おはようございます。朝です。結局12時間パックっていうやつで、3300円で済みました。で、まあ泊まった感想なんですけど、まあ本当に寝るだけだったら悪くないかもしれないですね。で、ほとんどのところはいいんですけど、一つ洗面台みたいなのがないので、顔を洗ったりとかそういうするスペースがないんですよね。あれがシャワー室しかないので、シャワー室って結構2つしかなくて混んでて、昨日夜シャワー浴びに行くのも、何回も何回も見に行ったっていう感じだったので、そこがまずちょっといまいちな点が1個。あとは隣の音は結構丸聞こえです。咳払いとかも聞こえるし、なんかフロントから電話かかってくるのとかも聞こえるし、壁にハンガーとかがかけられるようになってるんですけど、それがの音とかがすごいので、まあ耳栓は持って行った方が絶対いいでしょうね。はい、まあ電車とかで余裕で寝れる人なら気にならないのかもしれないですけど、まあ、あとドアの開閉音ですね、これはもうバリバリ聞こえます。あとローカーロックの音とか、まあ、音に関してはもう全然ほぼ遮音というのはないに等しいですね。僕は結構うるさいビジネスホテルとかでも耳栓して寝る方なんですけど、昨日は耳栓せずに全然寝れました。なんかあんま泊まってる人いなかったのかな。ということで、50歳のおっさんが初めて快活クラブに泊まってみたのレポートは以上になります。まあ、本当になんか夜掛け朝打ちしなきゃいけない時とかで、ほんの数時間寝たいとかっていう時にはありじゃないですかね。ただもう夕方ぐらいから泊まって朝ゆっくりしたいとかっていうんであれば、あと数千円出してビジネスホテル泊まった方がいいかなという気はします。ということで、ご視聴ありがとうございました。